はい、本が…あ、本が次本日…本日だよ本日6月26日、J リーグももう半分を切って折り返しになるんですが、今回は林分析官に来ていただいて、J リーグ、まあ、大予想と、まあ、あと日本代表に行くんではないかという選手もちょっと注目選手を含め教えてもらいたいので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、現在19節を終えてるチームがほとんどだと思うんですけど、まだ18試合のところがあるんですが、はい、ほとんどチームは19節を終えて、まあ、今現在首位が FC 町田、2位鹿島、3位ガンバ、ずらっと順位表になってるんですが、まずはこう注目チーム、前半戦期待してたけどこの順位にいるっていうチームも、あんまりそれは喋りにくいですけど、はい僕はまあ、僕はあるんですよ。ああ、うん、はい、僕はあるので、まあ、どうですか、はい、やっぱり町田ゼルビアが今1位で、うん、まあ、ここまでね、躍進するっていうのは正直誰も想像できてなかったと思うので、うん、J1 で首位ですからね、うんうん、本当に自分たちのこうスタイルっていうのをブレずに戦ってるなと思います。あとはやっぱり2位の鹿島アントラーズもポーヴィッチ監督に代わって、うん、そのポーヴィッチ監督のスタイルと、うん、もともとある鹿島のスタイルっていうのがすごく合致して、うん、まあ、優勝候補に近い戦いをしてるのかなと思いますけどね、うん、3位ガンバ、はい、まあ、昨年度は残留争いっていうところだったと思うんですが、うん、まあ、ここまでのね、本当に好成績というか、そうですね、やっぱ守備の構築ですね、はい、やっぱ失点が少なくなって、やっぱセンターバックの中谷選手が入ったのはすごく大きくて、やっぱコーチングもできるし1対1も潰せるし、うん、やっぱ全体がすごくコンパクトに戦えてるなと、うん、話し始めたら切れないんですけど、うん、そのウェルトン、うん、外国人すごくいい選手ですし、うん、まあ、4-2-3-1のところの、まあ、あと鈴木徳真選手もハマってる、うん、あと宇佐美選手がすごく今、うん、いい活躍してるんでいいですね、うん、今宇佐美選手出たと思うんですけど、はい、今シーズン遠藤弥太さんがコーチ復帰っていうところがあると思うんですけど、うん、まあ、内情知らないので、うん、まあ、そこら辺とかって結構影響あるのかな。宇佐美選手とか昔いた選手たちはやっぱ馴染みも深くて、その精神的なところで結構重要なのかなと思いますけど、はい、まあ、どういう影響があると思いますか。影響はまあ多少なりともやっぱ遠藤さんがコーチに入って、でダービーの前とかにも遠藤さんが声かけたりしたの知ってます？お、それ知らなかった、はい、そういう話もありますし、うん、そういう意味では宇佐美選手本当に攻撃だけじゃなくて、うん、プレスバックとかチームのために戦う姿っていうのは今シーズン本当に見られてる、うん、そこはすごくいいなと。自分のプレーだけじゃなくてそのメンタル面も非常に充実してるのかな、キャプテンマークを巻いて、うん、なるほど。あと少しガンバ大阪界隈では僕の妻がガンバ大阪ファン、うん、そうなのそうなの、そうなの、そう、結構盛り上がってて遠藤さんのファンでガンバります。これは初めて話すね、はい、それがなんかすごい情報だねそうなんです、ね、僕がその期待込めてなんですけど、まあ、両方とも所属してたチームで浦和と横浜 F マリノス、はい、この2チームが今11位と12位っていうことで、うん、戦前の予想ではもうちょっとこう上のねところでずっと来るかなと思ったんですけど、まあ、マリノスに関しては ACL のタイトなスケジュールもあと QL 監督に変わってとか、はい、いろんな理由はあると思うんですが、その浦和に関して人はいると思うんですけど、うん、それのリンクマンみたいなのがまだいないのかなっていうのが、こうサポーター巻き込む、選手も巻き込むみたいな、当時で言うとトゥーリオとか、ああいう選手がと、なんかこう誰が出てくるのかなみたいな、その前にタレントはちょっとこういるんですけど、それをこうつなげる誰がこう出てくるのかなっていうのはすごく期待しながら、まあ、後半戦期待っていうところで他のチームでまあ上位にまた食い込んでくるっていうか期待を込めたんですけど、林分析官的にはこう試合を見ててどうですか。やっぱフロンターレとかはこの順位にいるべきチームではないですし、うん、まあ、そうですね、まあ、少し選手が抜けて苦しんでるようには見えますよね、うん、あとはコンサドーレ札幌とか、この今残留争いしてますけど、うん、上に這い上がってこれるか、他の F マリノスとかラレッツもこの順位にいるチームではないと思うので、うんうん、どれだけ上がってくるかっていうのは見どころだと思いますけどね、うん、あとやっぱりヴェルディがその上がってきて、うん、このスカットでこの順位にいるっていうのは本当に誇らしいことだと思うので、うん、これをどれだけ継続できるかっていう部分は楽しみですけどね、うん、順位抜きにして今後、はい、まあ、代表を含め、まあ、今現在 J リーグでもこう注目されてるっていうところも含めなんですが、注目選手、はい、まず前半戦僕がこう解説かもしれない、いろんなたくさんの試合見て気になった選手、前半戦は、うんうん、アルビレックス新潟の長倉選手、うん、長倉選手これは苦労人なんですよ、もともと苦労人で、うん、で今 J1 でアルビレックス戦ってて、うん、技術的に高い中でアスリート能力も高いんですよ、うん、おー、なるほど。で
で、意外と多分まだあまり知られてない。本当にボール取られないですし、うん、チャンスメイク能力が非常に高くて、で技術的にも高く、うん、アイデアもある選手なので、ぜひ注目してほしい。で、ヘディングも強いんですよ。スピードもあるし、うん、結構その長い距離も走る。かなり注目。長倉選手、ちょっと見てみます。はい、見てほしいです。はい、あとは、町田ゼルビアの、うん、望月ヘンリー。ああ、はいはい。サイドバック。はい。はい、の選手も、僕は個人的に、このまま成長していけば日本代表もあり得るな、うん。すっごいポテンシャルあるんで。スピードすごいね。そう、サイズあって、リーチ長くて。すごく気の優しい選手なので、うん、もっと力強くなって、自信がついていけば、すごく楽しみな選手です、うん。あとはサンフレッチェの加藤睦月選手とか、あとは FC 東京の荒木選手も、すごく良かったな。今ちょっと注目選手っていうところで言うと、うん、やっぱその鹿島が上位にっていう意味では鈴木優真選手、間違いないですね、うん、僕も上げようと思ったら、彼はもう日本代表で見たいです、うん、ね。浦和と鹿島の試合19節から引き分けた試合見させてもらって、うん、久しぶりにああいう選手見たなっていう感覚で、僕はあの解説でも、うん、あの担当あんたらにして、うんうん、彼を日本のベンゼマと例えたんですけど、うん、まさになんですよ、うん、何でもできる選手なんで、何でもできる、時間も作れるし局面も変えられるし、うん、何気ないプレーでスローインをもらって胸トラップで逆サイドでボレーで何でも、はいね、局面を変える、はい、ああいうことができる選手がなかなかいない。今結構インテンシティが高かったり J リーグって、はい、トランジションがこうすごく激しい中で、うん、こうポッて時間があそこだけなんか、はい、できますね、はい、できるので、あとねメンタリティがいいんですよ、うん、なんかやっぱあのガツガツ感というか、確かに本当に1試合にかける重みみたいな、うん、そういう選手がピッチに立ってると、うん、それってやっぱ結局伝染するじゃないですか他の選手たちに、うん、それがすごくやっぱ今いい影響を与えてるなと、うん、だから代表で見たいですね僕は。あ、代表で見たい、うん、はい、代表で行ってもいいような活躍は、いやだ、活躍してますからね、してますからね、はい、もう J リーグは本当混戦です、はい、だからもう J リーグは本当にどこが勝つか分かんないです、ね、分かんないですね、うん、この上位の入れ替えも可能性は大いにありますし、このまあ夏場の戦いがあのきついじゃないですか夏場って、はい、どうしてもどういうところがこうキーになってくるのかなっていう、一番大事なのってその強度の部分というよりも、うん、チームとしてどう戦うかっていうのがやっぱ攻守4局面で共有されてるチームが一番その疲れがないと思うんですよ、うん、だからどうしても FC 町田ゼルビアとかって、うん、夏だと少し落ちてくるんで、うん、強度の高いサッカーだから、うん、もちろん多少なりとも動きっていうのはあるとは思いますけど、うん、でもチームとしてどう戦うべきかっていうのははっきりしてるんで、うんうん、そこまで影響はないと思うんですよ。チームとしてどう戦うかが一番大事なんで、そこがブレないのが大事なんです、はい、だと思います。同じ方向を見てみんなで同じことをしていればそんな疲れは感じないと思うんですよ、うん、そこが立ち返るとこがないとか、うん、自分たちでどういう戦いをしないといけないっていうのがブレると一試合一試合結局悩みながらプレーするんです。そうなると少し夏だと余計頭が回んなくなる、うん、メンタル面とか頭の面はすごく重要かなと思います、うん、A リーグ、まあ他にもね、たくさんのクラブありますけど全部触れられないですから、ね、触れられないですが、まあ、セレッソとかもね、面白いサッカーしてますし、ね、まあ、ビスパも本当に手堅いサッカー、うんうん、まあ、サンフレッチェもね、さっきも言いましたけど、いろんないい選手もいますし、新スタジアムができてね、非常にもうサポーターともに盛り上がってるっていう状況もありますし、あ、ただビッセルがね、ああそうですね、確かに前回王者ですから、どこまで上がってくるかですよね、まあ、J リーグも今31年目ですか、30年超えてっていうことで、入場者数も増えてっていうことなので、はい、その歓声とか声援とか満杯のスタジアムで、まあ、試合できることが選手にとってもそう、クラブスタッフにとってもサポーターにとっても皆さんね、ぜひ生で見ていただくのが一番かなって、これはもう間違いなく断言できることなので、はいはい、皆さんぜひスタジアムに行って応援していただければと思います。あとはそのスタジアム行くときに林良平のサッカー観戦ですね。あ、そうですね、確かにあれを見ながらサッカーがより分かりやすくなっているので、はい、どうやってサッカーを見ればいいか、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、ということで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。